ということで、皆さんの所属する事務所アーリーウィングのイベント、うん、アメージングソウルフェス2014飛翔がですね、はい、11月1日土曜日17時よりゼップ東京にて開催されますと。はい、はい、これすごいユニークなタイトルだよね。そこを込めてな、聞かれちゃったからしかない。最後の部分ですね。もう主に最後の感じの部分です ね、 そうですね、まあ、アメージングもちょっと面白いけどね。事務所の名前がウィングだもんね。そうですね、そうだ、忘れてた、そうだ、そうだ。アーリーってなんだ。早い。あー、そういうことか。なるほどね。早い翼さん。ここに来て事務所の名前いじってちょっと笑うんじゃねえ。盲点だった。早い翼が飛翔するんです。なるほど、なるほど。ガテンがいった。未来に繋がってる。はい、ということでね、こちらの飛翔なんですけど、どんなイベントなんですか？そうですね、あのアーリーウィングの役者がこんなに勢ぞろいするのは初めてのイベントでして、うんうんうん、私たちもどういう風になるのかまだ分からなくてドキドキしてるんですが、結構あのライブとトークを中心に、うん、あのアーリーウィンググループの声優陣とゲストさんでワイワイしていこうっていう、うん、ゲストさんも入る。はい、ゲストさんもいらっしゃいます。はい、なるほど。なんかさ、こういうのってさ、今までもこの何事務所勢ぞろいみたいなのって、はい、やったことはあったんですか？初めてです、今回が。あら、はい、あ、そう、もうリハとか始まってる？リハはまだです。まだです。じゃあ今日何喋る？そうなんですよ。あと1ヶ月後ぐらいに多分呼んでいただければ多分いい感じになると思います。こういう話ができた。何曲ぐらい歌う予定なの今？一応30曲以上は予定していまして、全員で。30曲以上は。結構がっつりな曲数じゃない？そうなんですね。ボリューミーだと思います。あ、ほんと。じゃあ、最初にさ、とりあえず出演者を教えてください。そうですね。はい。まず、うちの今井あさみさん、北村恵里さん、僕大阪亮太、水野真奈美さん、大坪由香さん、笹本夏江さん、白井祐介くん、田村奈央ちゃん、吉岡麻衣さんですね。なるほど。そして、アートリーベインさん、ディスコードさん、トゥインクルガールズ、エール。はい。そして、総合司会として、笹健太さん、寺井智之さん、山本兼平さん、そして、さっきも言ったんですけど、ゲストがいらっしゃいまして、ゲストに、あやねさんと、なおさんが。なるほど。はい、なるほど。ちょっと質問してもいいですか？はい。はい。さっき途中で入ったカタカナのあれは何ですか？カタカナのあれは、ユニットですね。ユニットの名前ですね。はい。ほんほんほん。アートリー・ベインさん。が、北村恵里さんと、今井あさみさんのユニット。言わんかい。はい、うちのあの、ビッグツーが。ビッグツーが。ビッグツーが。そうか。そうなんです。そして、ディスコードが。ディスコードが。は、安倍大樹くんと、うん、あと、うちの事務所ではないんですけど、うん、その安倍くんと一緒にこのディスコードっていうユニットを組んでる山口智弘さんという方がいらっしゃいまして、はいはいはい、その二人の、はい、ユニットが出ます。なるほど。はい、そして、はい、ティンクルガールズ。ティンクルガールズ。が、伊沢と大坪が参加している、はい、女性8人組のユニットになってます。そうなんだ。はい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 。これなんか、面白いユニットだって聞いたんだけど。何それね、浅野さん。どういうふうに言ったの？どんな？どんなユニットなんですか？トゥインクルガールズ。2人がね、そうですね、参加してるんだよね。はい。なんでしょう、何回かもライブはやってるんですけど、自分たちで作り上げた感が半端ないライブ。どういうことまず、ライブの構成とかも自分たちで考えて、作家入ってないんだ。そうですね。はい。で、あと、曲の歌詞も自分たちで書いていて、もう歌詞も？あと振り付けも自分たちで考えていて、はいはい、衣装を揃えるのも自分たちでやっていて、はい、あと、何ですか？稽古？あ、振り付け？稽古場の申請も自分。じゃあ逆に事務所は何やってんの？イベントの日を決めてくれます。スケジュール管理をしてくれます。すごい。でも楽しくやらせていただいてます。そうだね、それが一番だもん。それが一番だもの。懐かしいですね。僕全然仕事がなかった時に、その、ティンクルガールズの前説というか、当日のスタッフ
フもうちの事務所のメンバーがやっていまして、その時とかにいたもんですだよ。前説だったの。声優なのに。3人ぐらいで、男3人ぐらいで、なんかコントとかやってる。そう、それもみんなで集まってどういう風にするか。前説やってしか決めてもらえないんだ。前説やってって言って最初5分ぐらいって話をしてて、ステージに立っていろいろなんかちょっとミニコントでもやるみたいな話をしてたんですけど、全部なしになって当日もその前説の初注意みたいなやつだけみたいな。サイン会とかもいつもやってるんですけど、そのサイン会の並べとかやってる。そうそうそう。大阪君は？振り込みのなんかレステリとかもやってました。英語でレステリやってた。だからファミリー感が強い。そうだね。あ、そうか。はい。これも質問していいじゃん。総合司会3人いるんだね。もしかしたらこのお三方もコントとかするかもしれない。もしかしたらね。前説とか含めて面白い。面白いと思います。はい。